添島義孝明治7年4月13日は、江戸時代後期の佐賀藩士。佐賀の乱の首謀者の一人。佐賀の七賢人の一人。島義武の弟。添島健介とも。添島種臣は、母方のいとこにあたる。文政十年、佐賀城下の成功時に、島義武、重松元吉の弟として生まれる。兄たちと共に、藩校行動館で学び。 長じて、添島家の養子となる。川添美里、ヨガに今日を収める大官を務めたが、明治維新後を進められた政策により、氏族の権利が縮小されるにつれ、不平を募らせた佐賀氏族のリーダー的な存在となる。明治6年4月には、山岡鉄州に対し、憲白書を提出するなどしたが効果はなく、明治七年二月佐賀の宝林委にて、不平氏族を結集し、 天皇と鍋島家の安全を守ることを掲げた、有国党を結成する。なお、有国党は後に、佐賀に戻った兄、島吉武を名手とするが、実際には、添島吉高が指揮を取った。また、同時期に、佐賀では、政官論に伴う方針の違いから結成された、政官党が存在していたが、政府の佐賀に対する圧力が強まるにつれ連携を、 深めていくようになった。しかし、全国の士族たちの名士的存在であった、島津久光に協力を求めるが断られ、また、佐賀藩内竹雄領の鍋島茂明にも有国党への参加を拒まれてしまい、結果若年士族の暴発と、新たに佐賀権令となった岩村隆俊の挑発に乗る形で、準備不足のまま佐賀の乱に突入してしまった。 ランでは一時佐賀城を占拠したものの、2週間程度で鎮圧された。その際添島は、最後の激戦地となった、井原の戦いで直接指揮を取っている。ランゴは、兄と共に、島津久光を頼って、鹿児島に逃れるが当地で捕獲され、裁判後死罪となった。ありがとうございます。